んにちは。ジェフユナイテッド市原千葉、ディフェンダーの新井一輝です。電話で詐欺は千葉市が一番多いんです。三木選手のドリブルは簡単に止められませんが、詐欺は止めないといけません。警察は必死に犯人を捕まえていますが、被害をゼロにするために皆さんも気をつけてください。犯人はグループになっています。一日何百件何千件も詐欺の電話をしてお金を騙し取ろうとしています。明日はあなたのところにかかってくるかもしれません。今から対策をしていきましょう。電話でお金の話は詐欺。家族や警察に相談をして電話で詐欺を撲滅しましょう。以上、福割ではセットプレーからの得点に注目してほしい新井一輝でした。ウィンバイオール。